青コーナー177cm 74.1kg パンクラス戦績1戦1勝、ウェルター級10位ロバート・エマーソン。赤コーナー176cm 73.8kg パンクラス戦績15戦8勝5敗2分け、新井健治。第2試合は壮絶なる日米侍対決です。まず赤コーナー、約9ヶ月ぶりのホームリング、パンクラス新井健治。青コーナー、現在パンクラスウェルター級ランキング10位、ノーリミッツチーム大山ロバート・エマーソン。この試合は96キロ以上75キロ未満のウェルター級戦、5分、3ラウンド制で戦われます。まず赤の新井健治、ここ横浜分隊では1年3ヶ月前にウェルター級タイトルマッチで現在暫定王者井上和也と壮絶な殴り合いを繰り広げましたが、あと一歩のところで KO 負け。しかしその男前な戦いにしびれました。そして対するはロバート・エマーソン、アメリカはカリフォルニア州出身の25歳。殴り合いか、はい、さあ今ゴング、ロバート・エマーソン対新井健治の一戦。まずは距離を測ってお互い、新井が、あっとこれは相打ちの形、ローキック、弾が飛びました。さあ伊藤選手、はい、このロバート・エマーソン選手は、これ伊藤選手は、はい、ね、後楽園で対戦してますね、はい、この時に、まあ、結果の伊藤選手は判定で敗れましたが、はいはいはい、これ戦った感触、インパクトとしてどういう選手でした？まあ、組みついた時の力負けはやっぱしましたね、はい、はい、ま、そういう印象ですね。このしきりにこのタックルを切っていったなっていう印象が僕残ってましてね、この選手は、はい、そういったうまさなんかありましたか？うまさなんでしょうけど、まあ、力強さが僕の中では体にまだ残ってますね、はい。まあ、この、まあ、データ上前振り的なものには打撃の強い選手というイメージなんですが、いや実はそういったレスリングのテクニックも随分持ってるようですね。そうですね、まあ、スタンドが得意な選手なのでタックルを切ろうっていう練習は多いんだとは思うんですけどね、はい、あれ投げそうな気もしますね。これさあ今組みついている画面右側、今膝を合わせました新井、そして白のスパッツです。こちらがロバート・エマーソン。さあここで今この崩しかけるようにしてテイクダウン、結果新井は下のポジションですね、選んだ感じですね、はい、なるほどね、はい、下からの攻めに興じようというのは新井健治から今これ腕も足もこれ切り上げながら今ロックしてますね、はい、まあ、最も新井もこのストライカーとして定評があるわけでして、そうですね、これ新井の近況なんか何かご存知ですか？はい、まあ、一緒に練習というか、はい、出雲の道場にも一緒に来てやってるんですけども、まあ、キックとジムにも通ってるみたいですね、はい、はい、アクション。で、まあ、スタンド、まあ、全部勝負とは言ってましたけどね、スタンドに限らず、まあ、とにかくまあ、試合目のコメントにはもう打撃に関するものは僕はもう何も恐れることはない、とにかくパーフェクトに攻めていくことができると、はいはい、まあ、とにかく自分の得意な部分でどれだけ相手をまくし立てられるかというコメントも残してましたね、はい、まあ、そういった意味ではこういったスタンドの部分、まあ、あるいは伊藤選手おっしゃる通り、はい、このグラウンドについてからの技術というのも一つ、ね、はい、楽しみな部分がありますが、さあ打ち合いが続いております、はい、まだお互い距離が合ってないかもねって感じですね。あ、なるほど、ない感じがします。すいません、ちょっと見入っちゃってまして。あ、いえいえ結構です、まあ、そういったあたりでですね、この見入った、これやっぱりこれ伊藤選手、これ現役の選手からしか出せない、おっと、これはスリップか、出せないコメントというのがありますんでね、そういった目線からもぜひぜひお答えいただきたいと思うんですが、リング上では新井が話し出てます、はい、あ、これザーザーの時ですか？これザーザーですか？ラスト2ミリッツ、まあ、あれちょっと鼻血がよく出るタイプとか、鼻が折れたりとかも結構何回かあるんで、はい、ちょっと鼻っ柱、あと唇の上が赤く染まっています、まあ、大丈夫だとは思うんですけども、でも新井がペース取ってるような気もするんですけど、コーナーに詰めてるんで、ここですね、まあ、一つこの新井の気迫で押していく、まあ、そしてこの新井なんですが、プライド武士道でも実はこれ鼻折られちゃってたんですよね。あ、そうですね、時ですね、まあ、武士道においてはジェンス、失礼、ジェンスパルバーとこの
壮絶な死闘を繰り広げた結果、まあ、敗れてはしまったんですけども、この新井の存在感というのがアピールできた戦いだったんじゃないでしょうか。アクション、残り時間2分、ラスト3分。さあ、ここでパーンと今大きな音がしましたが、これはローブローでしょうか。アクシデント発生です。さあ現在両者ニュートラルコーナーに分かれての、今レフリーからの注意が与えられています。あー、来源氏、これは鼻から随分な出血がありますね。そうですね、まあ呼吸の面で苦しいんですかね。最初自体が鼻血をあんまり出したこって試合がないんで分かんないんですけど、はい、まあ聞くとそう言いますよね、息苦しい、呼吸苦しいっていう聞くんで。そうですね、まあ、このケースを見ると別にないと思うんですけどね、まあ、実際、まあ、今後のあれですよね、展開で。そうですね、はい、はい、まあ、一旦は新井がこの攻めに工事ペースを握ったかと思われたんですが、新井が攻めてるのか、アルボーサス残り時間30秒ラスト30セカンド、はい、さあその、状態も途中ロブロのアクシデントにより一旦止まってリスタートという形になっております、はいはい、ロバート・エマーズ対新井健二の一戦、ラスト20セカンド、さあこの第2試合のウェルター級は3ラウンド制で戦われております。まあ、両者この序盤、まずこの第1ラウンド、まあ、一つこの様子を見ながらという感じもあるんですけどもね、第1ラウンド終了しました。伊藤選手は、はい、まあ、この第1ラウンドどういうふうにまずご覧になりましたか。まあ、まあ、一つなんか手探り的な感じを受けたんですけども、はい、まあ、ロバート・エマーソン選手、まあ、一発で言うと新井の方が全然持ってると思うんですよね、攻めづらいですかねっていうか、まあ、僕もそんな感じだったんであれなんです、ですけど、まあ、一郎の様子見になるんですかね、まあ、お互いその、はい、まあ、似たようなところがあるだけにちょっと警戒し合っているということも言えますよね、まあ、手足の回転だと新井の方が早いと思うんですよね、攻撃力に関しては、さあ新井健二陣営には、高橋良樹がセコンドについてアドバイスを飛ばしておりますが、セコンドアウト、まあ、高橋はこの仕切りに今足を使う素振りを見せましたので、もっと蹴っていけというようなアドバイスが出たんでしょうか。ラウンド2、はい、さあウェルター級戦5分3ラウンドの第2ラウンドに突入です。ロバート・エマーソン対新井健二の一戦です。あ、これ2ラウンドですね。はい、現在2ラウンド目です。さあまずこの距離を測るこの微妙なピンと張り詰めた空気の中、はい、そうですね、左のリードで距離取ってって感じですよね。マーソン選手が何を狙っててるのかなって感じなんですけど、さあまずどちらが仕掛けていくのか、若干その詰める距離を嫌ってるようにも見えます。ロバート・エマーソン、さあまず先に仕掛けたのは新井です。そこから組みついていく、テイクいけるじゃないですか。さあここで第1ラウンドにおいてはこの状態からテイクダウン、新井は下のポジションを取りました感じですけどね、あの力使わないようにしたとも取れますしね、新井が、ね、はい、まあ、そして展開としてはそこから三角へ行こうという形ですけども、ね、足をかけていま す、ね、さあここからどう流れ込むか、さあ若干このロープに腕が引っかかったのか、さあ今中央に持っていくが、ここからどう力比べ、あ、今の何とも言えないですね。さあ飛びついていくようにしてテイクダウン、これはまた第1ラウンドと同じく新井が下を取りました。これは下を取ったという言い方でいいんでしょうかね。そうですね、まあ、自分から飛んだ感じだったんで、はい、それでいいんじゃないですかね。でそして展開的にはじりじりと今肩口のあたりまで上がってきました。三角を狙っていくのか、しかしこのパンチが飛んでくる、これをうまく外してパウンド、さあ一つ今合わせていったのはロバート・エマーソンです。
あれも体柔らかいですよね。まあ練習してて分かるんですね。はい、さあここから一つ注目は新井の寝技です。どう展開を持っていくのか、あるいはロバート・エマーソン、これまあ実際にウェイト的なことを言いますと何キロですか、約1キロロバート・エマーソンの方が高いんで、重いんですね。何キロでパスしてるんですか、はい、昨日は何キロでパスしてるか、昨日ロバート・エマーソンは 74.1 キロでパスですね。そして新井は 73.8 ですね。はい、まあ、ロバート選手があれですかね、減量しての数字だとは思うんですけど、ね、普段80ちょいあるとは聞いたことあるんですけど、ね、そうですね、はい、まあ、データ上においてはまああまり変わらないような状態で来てるわけなんですけども、まあ一貫戦このあのリーチもちろんありますからね。まあパワーですよね、もう見た目ではやっぱありそうに見えるし、はい、あれ、まあ、あれと比べてですよ、はい、さあ抱えつつもそれを嫌がるエマーソンは鉄槌、そして脇腹へのパンチも与えていきますが、一つここでプレッシャーを与えていく。残り時間2分。さあここでドントムーブがかかりました。このままの状態で戦える場所まで移動してのリスタートとなりますが、さあこのスタートを切った瞬間ですね、ロバートがどう出るか。まあ打ってくるんだと思うんですけどね。さあリスタートです。これしかし必要に新井はスタイルが先ほどと変わらないのですが、一つやはり狙っているポイントというのを。そうですよね、いや三角ですね、三角に固執してるんでしょうか、はい、ちょっと読まれてきてるかもしれないですよね。なるほど、はい、さあ振り分けるようなパンチを入れていくのはエマソンとかですかね。第2ラウンドはちょっと自分的に、ね、これロバート選手のペースになるんですかね、はい、こういうのって。そういう見方、これ実際でも見てる限りではまずスタミナ的にはお互い全く問題なさそうですよね。そうですね。しかしながらこれ新井も下からの攻めというのはあの細かくやっぱり攻めておりますが、あさあこれですね、また新井が足を引き上げてきた。残り時間1分、ラスト1ミニッチ。さあこの新井もこの体勢、まあ、これはいわゆるオモプラッタの変形の形ですよ ね。さあそれもうまく解いたのか、汗で滑ってほどけてしまったのか。アクション。第2ラウンドもあと残すところ40秒切ったところです。あスタンド行きたいところです。あ、新井の方がですね、残り時間30秒、ラストサービスセカンド。まあ、しかしながらこれ残り時間があとわずか、まあ、試客用としてますからね、そうですね、この体勢で、はい、さあ重い残り時間20秒、そして残り時間は20秒を切った。さあこれ立っていく、上から落としていく振り下ろしのパンチ、エマーソン残り時間10秒、ラスト10セカンド。しかし第2ラウンド残り時間あとわずかです。さあここで第2ラウンドが終了しました。さあ第2試合のウェルター級戦、5分3ラウンド制で行われております。第2ラウンドが終了したところです。伊藤選手、はい、まあ、しきりにあのグラウンドワークにおいて新井選手は、もうプロスターの変形であったり、はい、まあ、必要にこの、はい、肩口にポイントを仕留めてましたね。そうですね、腕取って三角取っての連続ですよね、はい、仕掛け作って、はい、まあ、しかしながら逆に、まあ、エマーソンに若干読まれてる感も否めない。そうですね、読まれ出したところですね、まあ、このエマーソンが与えていた新井へのプレッシャーっていうのはこれ伊藤選手どう見ましたか。強くは感じてないと思うんですけど、やっぱ体の体力の強さじゃないですかね。やはりまあこの戦い慣れてるとか、まあ、このラウンドすごい新井がいきそうな気がしますね。もうそうですね、もうラストラウンドになります。お互いまあこれしかないんで。さあロバート・エマースも若干この目の下が腫れてきています。あ、これスタンドですよね多分。さあラストラウンド開始。さあ今ハイタッチの後お互いに拳を合わせていくが、どう出るかどう動くのか、お互いにまずはここで距離を合わせていくが、スタンドで行きたいところもある。さあまずミドル、そうですね、これまで攻防としてはやはりこのグラウンドの時間が長かっただけに、ね、この2人においてはこの打撃戦というのを見たいですよね、はいはい、
さあローキック、インロー払い上げるようにするロバート・エマーソン。さあロバート・エマーソンはアメリカはカリフォルニア州出身の25歳です。さあ一つこのエマーソンも狙いを何か定めているような感じにも見えますが、はい、カウンター、あ、まあ後手っちゃ後手カウンターっていうんですかね、なってるんですかね。さあはい、これもよく見えているのは新井です。そうですね、ここで不用意に新井が飛び込んだところに飛んでくるカウンターも、はい、一つどうかという気がいたしますが、右ストレートが飛んでくるんですよ、ね、はい、さあ今カウンター気味、はい、ああこれですよね。ああここで今度は圧力を持って、まあ、抑え込むようにテイクダウンですよね、はい、多分これが、ね、さあこの倒れた瞬間から新井は苦しそうな表情に変わっている。さあこの新井も、おっとこれ左の目の下が若干赤く腫れてますね、はい、先ほどのカウンターでしょうか。あ、これ戻りましたね。これあグラン、まあ、要するに全部行こうってことですよね、新井の。そうですね、はい、まあ、若干このエマーソンも上からの攻めが先ほど1、はい、2ラウンドと比べますと若干慌ただしく動きが出てきましたので、はい、まあ、一つ何かここで攻め立てておこうという。そうですね、はい、まあ、これだとちょっと汗かいてる分きっちり止めれるかなと思うんですけども、はい、あ、持ち上げて落としていく。こういった背筋の強さもありますロバート・エマーソン。やはり新井はこの形また再び組んでいきます。引き離していく。さあスタンドに持っていくが、回し込んでの蹴りを入れていくのはエマーソン。しかし再びまた引き込んでいった。まあこういう戦いなんですよね、やっぱり。まあ、しかしながらこの新井らしからぬという言い方は浅はかでしょうかね。まあでも最初聞くと、だから全部使おうと聞いてたんでいいんでしょうけど、ちょっとまあ攻めが単調になってきましたね。まあロバート選手も同じくなんですけどね。まあその逆にその新井の動きにスタンド見たいですね。ね、そうですね、はいはい、さあ通りというか、でもまあジェンス・パルバ戦の本題形を見てすごく刺激もらってるんで、結構まあ自分の中で印象残ってるんで見たいなっていうのはすごくありますね、はい。まあ、しかしそこで新井本人は、パルバ戦の後に一つ勉強になったことがあるということもこぼしていたので、はい、一つあるいはこういうこともはい、まあ、想定してたんじゃないでしょうかね。そうですね。あ、重いパンチ落ちてくるロバート・エマーソン。しかし新井も必要にこの肩口ちょっとやっぱ滑っちゃいますね。ですね、はい、はい、さあ残り時間はもう1分を切った。ここでお互い勝負ですね。はい、一旦ここでブレイクがかかりました。スタンディングのリスタート。新井の顔がもう変形しかかっているような大きいのを着たですね。さあここで今別れさせられましたが、これはチェック、あ、グローブ、あ、グローブの修正ですね。あ、伊藤選手見てください、この新井の顔がずいぶん腫れてきましたね。そうですね、まあとりあえずこのグローブチェックっていうか、お互いの回復ですよね。この本間のちょいだけにどういう残りを、そうですね、描いてるかですね。はい、1分ぐらいですか。あと残りが約40秒強ですね。はい、再開します。さあ試合再開リスタート。まあちょっと見たんですけど、あれですね、マウスピースはピンクでしたね、ロバート選手。あ、そうですね、はい、そしてあの足首もやはりこのピンクのサポーターということ で、ね、一応そのピンクのイメージを残しているわけですが、ですね、しかしながらこの打撃というのが残り時間30秒、ラスト3セカンド。しかし最後です、一つここで弾けあって欲しいのがファン心理にもあります。残り時間20秒、そしてタックル。
もうちょっとロバンク選手も疲れてるかもしれないですね、はい、あなるほどね、まあ、これがパターンなんでしょうね、残り時間10秒、さあそしてそれがパターンで僕今日何回も言ってますね、いやまさにでもそういう試合の状況が今目に見えております、残り時間あとわずかです、もう間もなく、さあここで終了、結果は判定に委ねられることになりました、そのジャッジペッパー集計の間伊藤選手、はい、これまあどうで、まあ、非常に難しい戦いだったと思うんですが、そうですね、まあ、印象でロック選手になりますかね、やっぱりでもやはりその具体的なその印象のポイントとすればロバート・エマーソンに関してはやはりうまくパンチを当てていたというところもあるんでしょうかね、判定の結果をお伝えします、ダメージ的にジャッジ大山30対28、青エマーソン、まずはロバート・エマーソン、サバリフリー梅木30対29、青エマーソン、ああ続いてもロバート・エマーソンです、青エマーソン、さあおのずと勝者時間切れ判定によりストレートです 3-0 ロバート・エマーソンの勝利となりました。